桜本町駅は愛知県名古屋市南区桜台一丁目にある名古屋市営地下鉄桜通線の駅である。駅番号は S15。桜通線駅、ストム桜本町管区駅が管轄する駅であり、吹上駅から徳茂駅までの各駅を管理している。島式一面二線のホームを持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。アクセントカラーは紫色。 ホームは20メートル車8両編成まで対応している。荒玉橋寄りに非常用の片渡り線がある。桜通線は当駅を出て、隣の鶴里駅へ向かう途中、左へ大きくカーブしている。そのため、徳重方面へ向かう列車は、発車時点ではあまり速度を上げず、徳重方面から来た列車は、比較的低速で到着する。当駅へは、 南部線の乗り入れ計画があったためホームは地上から約18メートルの深さにあり、改札口からホームへ向かう階段は途中の踊り場が長めに作られている。ホーム駅は名古屋環状線と東海2が交差する桜本町1丁目交差点よりやや北に進んだ名古屋環状線の地下に位置している。最寄りの停留所は駅北側にある新交通三丁目と南側にある 桜本町一丁目である。以下の路線が乗り入れ、名古屋市 A バスにより運行されている。名古屋市道名古屋環状線沿いのバス停のうち、新交通三丁目停の南行き三番乗り場は、地下鉄一番で入り口に、桜本町一丁目停の北行き四番乗り場は、地下鉄三番で入り口にそれぞれ隣接する。ありがとうございます。